ライトウェルター級の決勝戦をこれからお伝えしていきます。こちらにもキューバの選手が決勝戦に登場しています。キューバのユデル・ジョンソン・セデーニュです。24歳。このセデーニュはサウスポーです。一方タイのマヌス・ブンジュモン、このブンジュモンは大会前から優勝候補の一人に挙げられていました。去年の世界選手権では銅メダルを獲得しています。青がタイのブンジュモン、赤がキューバのセレーニョです。キューバはすでにフライ級で金メダルを一つ獲得しています。最初に手を出していくのはセレーニョ。セレーニョの右、セレーニョの左、左から右コンビネーションを見せました。ブンジュモンは左の手を少し前に出しています。左から右、相打ちです。右、タイのブンジュモン、ブンジュモンの左、今度はボディを狙っていきました。セレーニョが出てくるところに合わせてブンジュモンがパンチを放っていきます。セレーニョが出る、ブンジュモンの右、セレーニョ今度はボディを狙う。アマチュアのボクシングでは5人のジャッジがいて、そのうちの3人以上のジャッジがコンピューターのボタンをパンチに対して有効だとみなして、そのボタンを押しますとそれがポイントになります。3対1、タイのブンジュモンが2ポイントリードです。セレーニョが前に出る、ブンジュモンが足を使います。セレーニョの左、セレーニョの左です。少しセデーニョが頭を下げすぎたでしょうか。このレフリーからの警告、同じ内容で警告を3つ受けますと減点1ということになります。ブンジュモンの左、飛び込んでのブンジュモンの左です。第1ラウンド間もなく終了です。最後にセデーニョが出てきました。セデーニョが出てくるところにブンジュモンがパンチを返して6対2、4ポイントリード。この第1ラウンドはお互い様子を見るというような渡辺さん印象なんでしょうか。それもありますね。それでキューバの方がですね、そのタイの右が怖くてなかなか飛び込めないですね、はい、それを待っていてカウンターをしようとしているんですが、それ以上のものをですねタイの方が持ってますね。そこでかわされてまた打ち返されてしまう。タイの右は非常にいいですね。タイのブンジュモンは初戦から大差で勝ち上がってきました。当初から優勝候補の一人と目されていたタイのブンジュモン、青コーナーです。セデーニョが前に出て左のフック、大振りになりました。前に出ましたが左のフックは少し大振りになりました。セデーニョが前に出てタイのブンジュモンが迎え撃つという形。ブンジュモンの右、これがポイントになっています。セデーニョが飛び込んでいきますがなかなか有効だ、ポイントを取ることができません。セデーニョの左、ブンジュモンが迎え撃ちます。キューバの方は打たせてですね、そこでまた逆にカウンターというふうな狙い方をしているんですが、なかなかそれには乗らないですね、タイの方は、それで右ストレートが非常にいいもんですから、はい、この右ですね、入ってくるセデーニョに対しての右ですね、だから攻め上げるんですよね、キューバの方で。今度は先に手を出していったタイのブンジュモン、4ポイントリード。この差がなかなか縮まってきません。シューズの紐がどうやらほどけたようですね。タイのブンジュモンのここまではテクニックが少し勝っていると見ていいんでしょうか。完全に彼のペースにはまりましたね。キューバは、キューバは先ほどのフライ級でガンボアが金メダルを取りました。今日行われる5階級の決勝戦のうち3つの階級でキューバの選手が決勝に進んでいます。
そのセレーニョが前に詰めていく、右押し、右から左コーナーに詰めていこうというところ、頭を少し下げてしまいましたタイのブンジュモン。頭を下げてバッティングの、おっと倒れた、倒れましたが、今のは有効打が当たってのダウンでしょうか。当たってませんね、当たってません。9対5バランスとして変わりませんね。押されて、うん、中に入ってきた。3ポイント差、少し差が縮まりました。お腹のベルトの高さにある白いラインにより上半身を狙わなければなりません。第2ラウンド残り10秒です。前に詰めていくのはセデーニョ、9番。それを迎え撃つタイのブンジュモン。第2ラウンド終了です。ポイント差がなかなか縮まりません。キューバのセレーニョ前には出ていくんですが、やはりブンジュモンの右が怖いという、そんな感じの第2ラウンドでしょうか。そうですね、あの攻め方がもう一定してますよね。同じパンチの組み立てで、今のコンビネーションみたいのを反撃していく。それでタイの方は何を打ってくるかもう分かってますからね。キューバのセレーニョが少し変化をつけるとすれば、どんな方法があるんでしょうか。そうですね、あの最初に打つパンチをですね、例えば左前としてみるとかですね、そういうふうな攻め方をしてみる。そうじゃないとなかなかこうガードもいいものですから、崩すことはできませんよね。ガードの上からのパンチはいくらパワーがあっても有効打にはなりません。そのポイント差はほとんど変わらないまま第4ラウンドに入ってきましたが、15対10、ここでブンジョムが1つポイントを広げました。今のもダウンではありません。シューズの紐がほどけました。まあ、たとえパンチを受けてのダウンだとしても、そのダウンに対して特別なポイントは与えられないのがこのアマチュアボクシングです。あくまでも有効だと判定されるパンチの数、大きく右を振り回していきます。もうタイのブンジュモンが足を使っています。そして中に飛び込んでいきます。足を使って右に回り込んでいくタイのブンジュモン。そして左を打つセレーニョが前に出ていきますが、なかなか詰め切りません。コーナーに詰めたいところですが、ここもうまく体を入れ替えられました。早く離れろというキューバのセレーニョ。さあ5点あります。第4ラウンド間もなく残り1分です。足を使うブンジュモン。タイの方がポイントを取ってますからね、ちょっと逃げに入ってますね。これあんまり激しくこう逃げると、ひどく逃げるとですね、レフリーがストップして反則取りますからね、それほどではないんでしょう。確かに足を使いながら回り込みながらもパンチは出しています。また詰めていくセレーニョ、左右、なかなかこうなって足を使われるとセレーニョとしては苦しいんでしょうか。そうですね、右から左と勢いよく飛び込んでいきましたが、第4ラウンド残り20秒です。この辺りも正面で、ね、はい、飛び込んできますから、逃げる方どっちかみたいな計算もしないで、その辺がやっぱり逃げられてしまう。それで、まあ、これポイントアウトされてしまいますね。残り5秒です。ここで試合終了、17対11。タイのブンジュモンがライトウェルター級を制しました。キューバのセレーニョとしては少し不完全燃焼の内容だったでしょうか。その状態でなんか終わってしまったような感じですよね。オリンピックは初出場になりますが、しかし優勝候補と目されていたタイのブンジュモンが金メダルを獲得しました。このお客さんのブーイングが何かこう終盤の足を使って逃げていた、その内容を反映しているような、そんな感じがしますね。しかし
かし初戦から準決勝までは非常に大差で勝ち上がってきて、この決勝戦でもブンジモンはうまさというものは見せました。うまい選手ですよね、フットワークも非常に軽くて、迎え撃つ右のパンチにはやはりなかなか威力があるような、そんな感じがしましたね。そうでしたね。